アテネの古代アゴラ博物館に展示されているアリステーデスの名が刻まれた闘編。アリステーデスはアテナイの政治家、正義の人、ザジャストと呼ばれた。古典期の初期に活躍し、ペルシャ戦争での将軍としての功績で知られる。彼はヘロドトスにアテナイで最も尊敬に値する最高の人物と評され、プラトンも対話編において同様に敬意を表している。 アリステーデスと市民、アリステーデスはリュシマコスの息子としてある程度富裕な家に生まれた。彼の生い立ちについてはクレイステネスの支持者であったこととアテナイの政治において貴族派に組みしたことしか知られていない。アリステーデスはマラトンの戦いで出身のアンティオキス氏族の指揮を執る将軍として初めて注目され、 その卓越した功績によって翌年に執政官に選出されたことは間違いない。アテネを大陸国家として維持するために保守的な政策を追求し、テミストクレスによって提案された海軍政策への主要反対者の一人だった。プルタルコスによればアリステーデスとテミストクレスの対立は、 青年期にケオスのステッサラウスと呼ばれる美少年の愛を競ったことが発端だったとされている。二人の指導者間の対立は485年から482年の間にアリステーデスが当編追放されたことで終わった。当編追放の際、アリステーデスを知らない文盲の投票者がこの公明盛大な政治家に歩み寄り、アリステーデスを追放するために当編にその名を 書くように頼んだと言われている。アリステーデスが、そのアリステーデスという人はあなたに不正なことをなしたのかと尋ねると、いいえという返答があった。私は彼について何も知らないが、どこにあっても彼が正義の人と呼ばれているので、気に入らないというのが理由であった。それを聞いたアリステーデスは、自らの名を当編に書いてやったという。480年初頭、アリステデスは、 ペルシャの侵略に対するアテナイ防衛を支援するため、追放者を呼び戻す布告によって呼び戻され、480から479年の将軍職に選出された。サラミスの海戦ではテミストクレスを忠実に支え、シタリア島にアテナイ不標を上陸させ、そこに駐留していたペルシャ軍を全滅させて、勝利を飾った。紀元前479年、アリステーデスは、 プラタイアの戦いでペルシャの攻撃が迫っていることをマケドニア国王アレクサンドロス一世に警告された。479年、アリステーデスは将軍職に再選され、プラタイアの戦いではアテナイ軍の最高司令官として特別権限を与えられた。彼はまた軍の一部が企てた陰謀を鎮圧したとも言われている。 アリステーデスは、イオニアの同盟諸国の信頼を勝ち取り、スパルタの帝督、パウサニアスの反乱の後、彼らイオニアの同盟諸国は彼に最高司令官の職を与え、新たに結成されたデロス同盟の年付金の金額調整を決定する絶対的な権限をも与えた。彼の査定額は公平であると広く受け入れられ、同盟機関の大部分において課税の基準とされた。 アリステーデスは、アテナイで兼用な地位を維持した。当初は、テミストクレスと、良好な関係にあったようで、アテナイの防壁再建をめぐりスパルタ人の裏を書く、ことを助けたと言われている。いくつかの転居によればアリステーデスは、アテナイで死んだと言われているが、国会へ向かう途上に隠ししたとも言われている。ネポスは、没年を紀元前468年としている。 アリステーデスは、彼が常に、寛大さを示していたテミストクレスが、当変追放にかけられるのを目撃するまでは生きて、いたが、ペリクレスが台頭する前に死んだ。彼の財産は、ペルシャの侵攻によって、甚大な被害を被っていたのか自身の埋葬費用にも、満たない金額しか残さなかったようで、彼の子孫は、紀元前4世紀になっても、国庫年金を受け取っていたことが知られている。 幸福勧告のために、マルドニオスが派遣した死者に応えるアリステーです。アリステーですの生涯を評価したのはヘロドトスだけではない。プルタルコスの大比列伝の主題の一つにもなっている。プラトンの対話編であるゴルギアスとメノンにおいても、ソクラテスから優れた指導者の非凡な実例として称賛されている。プラトンの対話編、テアイテトスでは、ソクラテスは、 あの名高いアリステーデスの孫のアリステーデスについて、あまり肯定的にではないが、あまりにも早く彼の下を離れ、後で、自らの具を悟る学生の例として挙げている。ありがとうございます。